安楽、チームメイトから生々しい証言が暴露されてしまう。安楽のパワハラに関するチームメイトからの証言がこちら。一軍に定着して稼ぎ始めると、年上でも年俸が低かったり、プロ年数が短い先輩を下に出した、おごるからと断りにくくさせて飲み会を誘いまくる、飲み会は安楽のマウントトークばっか、後輩を囲い込むために安楽と年の近い選手は同席させない、飲み会のために1ヶ月先までの予定を遅れと要求、断ると夜中になってもなんで来ないと連絡、安楽と年齢が近い選手と食事すると付き合うやつ考えろと激怒、安楽軍団を作りたがっていたようだが誰も入りたがらず、年上の選手に注意されても威圧するようにシラを切り追求させない、明確に格上の選手相手には非常におとなしい。告発した選手たちは夏頃に契約更改の席で告発すると決め、若手の間で結束していた。これはひどい。うわ、生々しいな、性格悪すぎ。今時軍団って昭和の丘よ。確かに顔は昭和だけどな。完全に昭和の顔はるクソ女子って感じの素行やな。割とどの職場や組織にもいるじゃん、こういう人。オラオラ系が行き過ぎたというより人望がなさすぎて後輩の囲い込みに必死になってる痛々しい人やね。軍団作る前に練習しろや。さようなら、おバカさん。安心の楽天やな。一歩間違えたらパワハラやろこれ。すでに100歩間違えてる。山川、許せない行為。中田、鬼畜の極み。割とマジで後輩だから悲しいな、田舎のヒーローだったのに。安楽軍団を作りたがっていたようだが誰も入りたがらず、さ孤独なジャイアンだな。蹴りを入れる安楽らしき選手。出し切ってもう存在まで消そうとしてますやん。契約更改まで待つってことは現場では声を上げても無駄ってことか。一選手、しかも若手がちゃんと時間取ってフロントと話し合いできるのって契約更改くらいやろ。こうなる前に監督コーチが止められたらそれがベストだったとは思う。若手に絆できててくさ。もしかして安楽クビになったら楽天の若手の成績上がるか。今井がチームを一つにまとめられたら強くなるかもしれんな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。